チュース。あ、皆さんこんばんは。こんばんはの時間帯になりましたね。本日は2020年の10月20日ですね。の火曜日。時間がね、17時52分を指してますね。で、もうすっかりね、夕暮れですよ。綺麗ですね、夕焼けが。はい、茜空っていうんですか？はい。はい。でですね、今日のテーマは、事故を起こす人の特徴というのを少し話してみたいかなと思っております。実はね、今この5分前にですね、4トンがなぜか蛇行運転をしていたと。蛇行運転をね、していたんですよね。はぁと。なんじゃろほいと。なんか急にね、蛇行運転をしだしたんですよね。なんかちょっとね、頭のネジがなんかおかしいのかなと思いましたけれども。はい、まあ走行中なのでね、私もちょっとあっきに撮られて、まあこの GoPro で撮ってあってもよかったんですけれどもね。まあ撮れませんでしたわ。どれ4トンかな、この4トンかな、違うな。大型だったんでね、どいつかはよくわかりませんけれども、どっか消えていなくなっちゃいましたね。4トンだったので。はい。どっか消えていなくなりましたね。そんなところで、じゃあやっていきましょう。お、こりゃ、おお、綺麗だな、こいつな。綺麗だな。バックミラー越しに写真を撮らせてもらおう、ちょっとね。ああ、ちょっと。バックミラー越しにね、写真をちょっと今撮らせてもらいましたよ。はい。まあ、それいいんですけれどもね、事故を起こす人の特徴というところでね、やっていきたいと思います。で、特徴としてはね、まあ、いろいろあるんですよ。で、これね、絶対ではありませんのでね、絶対ではありません。私の、まあこの、見解です。経験してきた見解と、まあ実際にね、そういう人がいたよという、この話です。はい。でですね、まず短期に正確的に、起こしやすい人。事故をね、起こしやすい人。第一にですね、短気である。非常にね、短気な人がね、やっぱ事故を起こしやすいですね。起こすというんではなしに、起こしやすいという話です。はい。あとこの辺から入れてもらおうかな。綺麗ですよね。この2トントラックね、バックミラー越しにね、写真を撮りましたよ。盗撮と言って叱られるかもしれませんけれども。はい、そんなとこでね、まずはね、短気である。で、おっちょこちょい。逆にですね、すごくおっとりしているというのもあるんですよ。性格がね、すごくおっとりしている。おっとりしているがために、急な何かに、反応できない。前の車が急ブレーキを踏んだ。それに反応できないと。で、右折する。それに反応できなくて追突してしまったと。いったところです。ほんとね、短気な人ばっかしじゃないですよね。性格はね、ほんとおっとりしてね、まあ要するに運動神経の問題なんかな。反射神経というか、そんな人もねいます、結構ね。でまあ大きな事故にせよ小さい事故にせよ、そういった人はね起こしやすいといったところですよね。で短気な人、すぐ車間距離をね詰めたがる人で、少しでも遅いとすぐにね抜きたがる人で、割り込みたがる人、いろいろいますけれどもね。でね、不思議とそのまあ車間距離が近かったり、すぐ割り込みをしたり、なんかスピードをね極端にスピード出したりとか、信号無視をしたりとかね、そんな人ね割といると思うんですわ。私もこの広島行って帰るだけのこの仕事なのにね、信号無視、ほんとねでたらめに信号無視する人はね1台はね見ますね。はい、お前それ完全信号無視やろうという人でもねいますね。で私の前を走ってるんですよ。私の前を走っていて、でスピード遅いんですよね。スピード遅いで私の目から見てももうスピード遅いんですわ、本当に。なのでね十分その信号に止まれるんですよね。止まれるんだけれども止まらずに行ってしまうと、はっと思いますよね。まあ結構スピードがねダーッと出てるんなら、まあ行く人本当は行っちゃいけないんですけどね。でもねまあ行ってしまうと、まあスピードは出てね、これは止まれないから行っちゃえみたいな、まあ鼻から止まる気がない人もいますけれどもね。そんな中でねスピード遅いのにふーんと行ってしまう人、まあ結構います。これ結構見ますよね。で車がね、もうこれ事故のうちに流行りますよね。車がねあちこち傷だらけの人、よくそんなんで運転するな、よくそんな車で運転するよなという人がね割とねいますわ。まあちょっと左側に来たんで、ちょっとね写真を撮らせてもらおうかなと。はい、まあバックミラー越しの写真ですけれど、まあいいか、それは。でほんとねスピードを出したりね割り込んだりする人はねまあ私の周りでもいましたけれども、危ないんだけれどもなかなか事故しないと、そうしてねそういう人はいますよね。結構あなたの周りでもねいると思います。こいつよくそんな運転で事故しねえなぁと。でそのねそんな運転で事故しないから調子に乗ってそんな運転になってしまうのかどうなのか分かりませんけれどもね、いや俺はこの運転でずーっと無事故無違反だからいいやみたいな感じでやってんのかもしれませんけれども、そんな人いますよね。でもね私の周りでも言いましたわ。お前いつかそんな車間距離が近かったら、そんなスピードを出していたら、そんなことをしていたらいつか事故するぞとずっとね言ってた人がねいるんですわ。もう誰からもねお前の運転は危ないと、車間距離開けてこいやと。ほんとねランデブーで走っててもね、ほんとバックミラーでもねちらっと見たらねすごい車が近いんですよね。なのでねこっちもね急ブレーキをね踏めないと、ほんと何かがあって急ブレーキ踏むようなことがあったら、ほんとこいつのおかも掘られてしまうわとで、しまいにはですね、もうお前そんな車間詰めるんだったら、前の方走れや、と。いった感じでね、もうね、誰からも言われてましたね。誰からも。で、いつかはお前やってしまうぞ、と。そんな矢先にですね、やっぱりその人はいつかやってしまいましたけどもね、本当、相手も怪我する、自分も大怪我する、2ヶ月、3ヶ月ぐらい入院してましたけどね。で、退院してもね、まあリハビリといった感じでね、やってましたけれども。それでもね、治りませんでしたね、その人。また乗り出したら、車間距離近かったですね。もう癖なんですかね、そういう人は。やっぱしね、そういう人は、本当大怪我して、やっぱ、なんとかは知らなきゃ治らないと言いますが、まあ、自分だけがくたばるんならいいんだけども、人をね、巻き込んだらね、本当大変なことですよ。それがね、なんかね、懲りていないというかね、そういう人がね、いましたね。はい。まあ、とにかく、車間が近い人、スピードをやたら上げてくる人、無意味な車線変更をする人と、まあ、当然事故して、当然なんですけれども、なかなか事故しないと。なかなか捕まらないと、そういう人はね。なかなか捕まらないと。はい。で、なんと言いますか。で、日頃ほんとね、気をつけているんだけれども、なぜか、ああ、この信号飛ばねえかったわ。ちょい関連圏は、もう飛ばねえかったわ。と。で、うまくパトカーに捕まると。その運が悪いのが、ほんと半年に1回だとかね、そんなペースでね、怒る人もね、中にはいると思うんですよ。いや、あんだけ安全運転でゆっくり走る人なのに、信号無視でこの人捕まっちゃったみたいな人がいませんかね。それもなんかね、俺人生、この人は、なんかついてない人だなぁと。俺、なんか人生ついてないなぁと。いった錯覚にね、陥ります。はい。でもね、本当危ないんでね、そういう人はね、まあ周りにいるかもしれません。いたらね、ぜひともね、いや、お前はいつか事故するぞと。まあ言っても聞かない人いますからね。言ってもしょうがないんですけどね、そういう人は。はい。と、いますよね、そういう人。で、まあ私の、周りでもね、女の子でもいるようです。はい。なんかね、絶対入れさせないみたいな。絶対ね、まあ、合流とかなんかあるじゃないですか。ね、脇道っていうか、のかね、まあ、こんな渋滞で、右折車線の方にいたんだけれども、こっちの車線に来たいみたいな人でも、意地悪してね、入れさせないという人もいますけれどもね、女の子でいるみたいですからね。まあ、それもね、逆にトラブルの元なんでね、まあ、そんな、まあ、1台2台に入れてやってもね、時間なんで変わらんですよ。で、そのうちに自分の前の車が2、3台逃げたら、一緒のことでしょ。結局は一緒のことでしょ。ね、1台入られても、前の、ね、自分の前の方の車が、ね、1台、2台とそのうち去っていくわけですよ。右に左と、どっかに逃げてしまうわけですよ。自分の前にいる車は、まあしばらく自分の前にいるかもしれませんけれども、ずっとね、自分の前にいる車はね、必ず右や左にね、逃げますので、まあその間にまた入って来られるかも分かりませんけれどもね、そういうことをね考えるとね、自分の前に1台2台入れたからってね、そんな時間変わらせんのですよ。はい、そんなとこです。であとはですね、本当まあ冒頭の方でも言いましたけれども、まあ性格は緩い人っていうかね、やっぱりみんな機敏に動ける人でもね、何かあってもねパッとそれをね避けられるような反射神経の持ち主でもね、皆さんそんな方じゃありませんので、やっぱりね緩い人がいるんですよね。反射神経がぬるいというかで、前の車がブレーキ踏んで減速しようのに、こっちはまだまだアクセル踏んでスピードを上げていると、だからあっという間に追いつきますよね。で慌ててブレーキをぐーっと踏むと、そういう人もね結構追突事故が多いんじゃないのかなと思います。で追突事故をやらないにせよ、まあ本当事故をやる確率と背中合わせと、事故と背中合わせってことですよね。はい、まあ、そんな人の車にはね乗りたくないですよね。私もね本当性格の荒い人だとかね、車間距離が異様に近い人がねいるんですよ。本当ね足に力が入りますわ。こいついつ追突するか分かんねえなという人がねやっぱねいますよ。なのでねそういう人の車には乗りたくはないですね。はい、またさっきの綺麗な車落ちきましたねどこまで帰ってんか分かりませんけれども、はいまあそのところでまあ簡単ではありますけれども、自分の性格に置き換えてはいかがでしょうか。あとですね、性格診断運転適性検査とかね、なんかあなたの住んでるその自治体というかね、そういうところにもねあると思うんですよね。運転適性なんとかセンターっていうんかな、なんかな、心理テストとかね反射テストみたいなことをねやってくれるところがねあるんですよ。これはなんかトラック協会がなんかやってるんかどうか分かりませんけれどもね結構ねいい診断が出ますよ。私も何遍かねやったことあるんですけれども、やはりね年を取るとねやっぱり目と反射神経がね悪くなってきます。運動神経というかね、覚える力もねなくなれますし、記憶力というかな、そんなのもねなくなれますし、やっぱりね目が一番ですね。年を取るとねほんと目がね先にやられてくるんで、ほんとねこういう夕方というかね日没から1時間前後ぐらい、そのぐらいの時間がね一番事故が多いんですよ。なのでそういったね時間帯には十分スピードと車間距離を十分とって、しっかりと安全運転で帰りたいと思います。それではこの動画は以上になります。お役に立ったんでしょうか。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。